はい、今は撮影を中断して買い出しに行ってます。このねリアのブレーキキャリパー用のボルトがフレームサイズによって変わるんですけど、ここの長さがね 3T はちょっとあのフレームの厚みが、20ミリっていう厚みだったので、でこれが38ミリ、ネジ長さが38ミリなんですけど、33ミリじゃないと入らないっていう事実が分かりまして、でその33ミリのボルトはその新品のブレーキキャリパーセットの中には入ってなかったんですよ。この38ミリしか入ってなかったんで、でスラムのやつとか他に私が持ってる丸5とかのキャリパーのボルト使い回しできんかなと思ったけど、全部ダメでしたね。っていうことで、まあこのボルト補修部品なんですけど、今から買いにショップに行きたいと思います。はい、というわけでフレームの厚さに対しての固定ボルト、キャリパー固定ボルト、ネジ長さ、まあ、正確に言うとこのインサートみたいなとこも含むんですけど 33mm で、これがもともとついてたやつ、はい、見ての通りこっちの方が短いです。で、これを買ってきました。なかなかね、店頭に置いてるものじゃないので、多分皆さんは最初から準備しておいた方がいいかなと思いますよ。ということで、しょっぱながらトラブっちゃったんですけど、これでね、つくはずっていうか、つくんだけど、OK です、解除で OK です。で、今からホースを通していくわけなんですけど、シフトインナー、ホース通してって、それがまあガイドの役割をして上に出すという流れなんですけど、本来このやり方別になんかマニュアルで書いてるわけじゃないですし、こうした方が楽なんじゃねえかっていう私の考えのもとやってます。まあ、ホースの中傷つく恐れもあるし、ホースの中が汚れる可能性もリスクはあるので、参考程度に見てもらえば。で、これでうまくいくかも正直分かりませんけど、傷つかないようにやってみます。うまくいってくれよ。ではめっちゃ狭いです、ここ。もうほんとギリギリ。SMBH90 ってやつね。で、今 BB のとこまで来たから、それを。おぉ、ダメだな。全然通すぐれ。かなり厄介だな。そういうこと。これ BB。あるんですけど、ここカーブも貼ったんですよ。普通にこうやって通ってるかと思ったら、ここ丸くなってるんですけど、こう上に通してやってるのか。したかってことはこうだ。ちょっと待って、考えろ。これはきつい。そうきたか。これ上に出すっぽい。そのためなんだかな、これ。もしかしてこれなんだろう。これなんだ。全然知らねえけど、これ何の穴や。
あー、なんやろと思ってたけど、なんやろこれ。これなんかここの穴利用して通したんかもしれない。いや、わからん、想像だけど。ただ俺はそんなことはやってる暇ないんで、ここを通すか。もう指で OK。 よしよしよし、手応えある。よし、来た来た。よし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 、いい子だ。よしよし、来た来た。OK、 これでまず第一の難関は突破ですね。突破しましたと。じゃあここで緩衝材か、これ通していくわけですね。これどう考えても長いよね。長いんだよな。ここで通す必要がないんだよ。ここでどうせ引っかかってるし。3T の最初の完成さの状態がこうなってたからね。やばいね。いらんってね。取り回しを変えますんで、ハンドル固定して、フロントキャリパー取り付けようか。フロントキャリパー、次にフロントのキャリパーつけたいと思います。さっきは、この外した状態でつけたんですけど、今度は本体に取り付けておいて、この工具使ってインサート入れてつけてみようかなと思います。まあ、どっちでもいいとは思うんですけど、STI レバーをつけていきます。このちょっとホースの出方計算してかなと。で、今回これケーブル内装できるんですけど、どうしてもここにこう入れるっていう角度がきついんで、ケーブルが擦れちゃう可能性が高い、お隣の可能性が高いので、エアロハンドルなんですけど、外出し、ケーブル外出しでやっていきたいと思ってます。今回ブレーキ逆にしようかな。左で前、右で後ろ。普通右が前、左が後ろなんですけど、こっから出てるのがリアのブレーキホースなんですけど、最短ルートで行くならこんな感じ、最短ルートで行くならこんな感じなんですけど、
フロントブレーキ通した時にこういう流れになるんですよね。こういう流れ、それよかはこっち変速機ついてる方なんだけど、こうやっぱ海外だから、イタリアだから逆なんかな。こうしようか。これが一番いいかも。すっきりしてケーブル的に逆っつうのは初めてだけど、ということで日本仕様にはしない感じでいきますかね。やったことないけど、ここに切って、通学するとエンド金具を一回取り付けて、じゃあ次はね、このウィッシュボーンの BB 金属製ですね、きっちりしてます。これをつけたいと思います。ここについては今回カーボングリッパーっていうザラザラしたやつを開放で取れるわけですね。で、左からの方がいいかな。で、次右。かなり硬いです。フレームがぴったりすぎるのかな。よし。